どうも大文字です皆さんいかがお過ごしでしょうか今回はラムースペシャルですちなみにこのナレーション一発撮りなので噛んでても気にしないでねはい、えー、今回はねラムーを紹介していきたいと思うんですけどなんかね店内 BGM 流れない場所があるみたいですが北つもり店はバッチリ流れるんで安心してくださいはいというわけでですねこの日はめちゃくちゃ寒かったので,ので はい、いきなりかみましたけどめちゃくちゃ寒かったので鍋にすることにしましたラム鍋ですはいというわけでねちなみに今回ねこれねあのナレーション後取りなんでこう動画編集ある程度終わってから撮ってるんですけどちょっとなんかもう無駄に長かったなともっとカットしたりとか短縮できるところいっぱいあったなっていうのですごい後悔してるんですよなんでもうこのシーンとかも早送りしろよってもう 何してんだよっつって。後でどうせ値段とかわかるだろうって思いながら、ちょっと今これナレーション取ってるんですけど、はい。これ魚コーナーね。魚コーナーも充実しております。ただ、私そんな魚さばく技術とかないんで、そんなに魚買わないんですけど、毎回気になるんですけど、こう、うなぎ。うなぎのかば焼き安いんですよ。このサイズで1500、0 0円とかだったかなうん。 あれお店で食べたらあのサイズお店で食べたらどうなんだよって思いますサーモンですねこれは1回 y o u t u b e ライブで出てきたかなはいで毎度おなじみのラムステーキです今日は買わなかったっすこの日ははいちょっとねなんか刺しが多かったね今日のなんか日によってちょっと品質が違うんですよはいはいで今回はね鶏鍋なんですね鶏鍋 なんで鶏むね肉を購入するんですが鶏むね肉もなかなか種類ありまして、えー、皮がついてる鶏むね肉皮がついてない鶏むね肉さらにはもう細切れになってるもう細切れっていうかねこういうふうにカットされてる鶏むね肉などいろいろありましてはい、まあ、安いですね冷凍のね鶏むね肉ってこう2キロ9 0 0円、まあ、1,000円未満くらいで買えるんですけどこれも負けず劣らずの値段で。 ってますはい負けず劣らずどころじゃないかちょっと安いくらいかなもしかしたら知らんけどはいこれね焼き鳥とか惣菜コーナーですね弁当もうめちゃくちゃ安い弁当なんでこんな安いのっていうくらいの弁当岡山名物の鶏飯食べたことないですが岡山名物といえばあの方ですね名前は言いません ねこういうなんかもう謎のサイズのね <laughs> あの恵方巻きなのかなあとこういう自家製チョコレートムースみたいな杏仁豆腐みたいなのいろいろあります安い全部あとねこれねホームパーティーやる人とからしたらもうね最高なんじゃないでしょうかピザ安いよねとにかく安いワン今ワンホール400500円アンダーじゃなかった今 チョコレートケーキこれ初めて見たんだけどめっちゃ美味しそう超美味しそうでした我慢しますはいミニクロワッサンとかねパンも謎なんですよこのラムーで作られてるパンマジで謎これ普通のパンですけどラムーで作られてるパンねなんかベーグルの袋売りとかあるんですけどこれマジで謎ポップコーン誰が買うのかまあ買う人いるんだろうけど <laughs> すごい謎 あとね、飲み物も箱売りしてるんですね。もう箱売りだし、安いしで。ね。有名ブランドから見たことない謎のブランド、自社ブランドまで。これ自社ブランドですね。25円って。25円ですよ。お茶73円とか。これはまあ普通のメーカーか。なんだこの値段。全部100円切ってますね。はい。で、よく買うのが、 この2リッターの水ですね52円コンビニで水買ったら110円くらいかな2リッター寒いので手袋つけてますねこの人、はい、バイク乗ってきたんでそのまま手袋つけてます怪しいですそしてこれですねこれラムー北つもり店もう最大の強みですよこれはマジでバルク売りですねこれもういろんなのあるんですよこれ謎のグミ 謎のグミ,もう,謎のグミも,う謎もうサプリグミとかいろいろあるんですけどあとなんかこうたまに見たことあるこれ絶対なんかのパクリだろっていうお菓子がいろいろあるんですよこのクマの形のグミとかあようやくここで早送りし編集してますねこれ早送り編集してますねなんか変だなと思ったらはいはいはいなんかクマちゃんクッキーかわいいね、うん、ドライフルーツとか売ってるんですよドライフルーツ見てくださいこれ。 あこれななんかなんとかなん,なんとかっていうチョコに似てるぞ今の M&M だよこれ石の石のやつとかもよく見た昔で乾燥ほうれん草とか謎のものも売ってるんですねほん,ほんと謎めちゃくちゃ種類あるもっと謎なのがねこれソースのバラ売りとかもしてるんですよねこれ見てソースバラ売りされてるでよくのが今ナッツとかですねまた通っちゃったんですよねこれ めちゃくちゃ取ってるけど引き戻ってるけどめっちゃ揺れてるけど諦めたみたいですねはいこれねめっちゃうまいんですよホルモンチャーハンこれめちゃくちゃうまくて 300g くらい入ってるのかな超おすすめですこれは一度食べるべきです 藤田みーさんも美味しいって言ってましたさてさて調理編3時もう朝の3時です夜か朝かもういいやはい鍋を沸騰させてますはいではねまあこれナレーションあっ、まあ、これまた後取りなんでもう動画どうやって編集してたかも忘れてるんでもう適当に喋りますねはいこう見えてもね料理するんですよ料理と言えたものなのかどうか分かんないですけど で切って茹でて焼いてこれしかできないですもう煮込むとかできないもう切って茹でて焼いてこの3つそうはい入れてますねちょっと熱いの苦手なんでね結構雑に入れてますキャベツですね包丁のこうね包丁さばきはちなみにドヘタクソです キャベツの千切りなんて作れたもんじゃありませんあのー某焼肉屋とかで出てくる塩キャベツくらいのサイズにしかなんないと思います千切りなんて無理ですはいこれもねもう沸騰してるから暑いの苦手だからこうそっとね入れてますちなみにですね鍋なんですけど一応私にもね練習生時代という 時代が存在しましまて高校卒業してすぐくらいに、はい、アメリカデビューだったんですけどその前にまあ某日本の団体にちょっといましてあのー、練習生をしてた期間があるんですねその時に、まあ、ちゃんこ鍋は作っておりましてアメリカはちゃんこ鍋とか存在しないんではい。でその時の時 まあもうこれね時効だから言うけど思い出がありましてまあ練習してもう疲れた状態でもうそ寮に戻ってちゃんこ鍋を作るわけですよで、まあ、先輩も食べるわけなんでもう先輩たちがこう道場から降りてくる前にこう頑張って作るんですねもう疲れてフラフラのままこうやってね あの水を沸かして材料入れてってこうやってねあのー、なんか塩やら何やら入れてくわけですよでなんかねこうやって味見するんですよ途中でねでこの時にですねなんかおいしくないなと思ったんですよなんかぬめっとしてんなと思ったんですねそしたらよく見てみたら疲れすぎて,てですね塩をね入れたと思ったら砂糖入れてたんですね私 はい、もうこう適当な性格なんでね測らずにまず入れるそしてねちゃんとチェックしないで入れるとかよくやるので砂糖を入れてたんですよなんでというか塩と砂糖を隣り合わせにしとくのかっていうこうねキッチンの謎なんですけど、まあ、砂糖を入れてたわけですねでもうぬめっとしてるんですけどもう材料がそれしかないからもうで先輩来るからもう作るしかないと思ってその上から塩をかぶせたわけですよ。こうヌメッとしたね 甘いお湯の中にで作りまして先輩に何も言わず振る舞ってしまったわけですねはいあしたらもう案の定、えー、ぶち切れられまして、えー、とちゃんと作ったのかと分量通り作ったのかと聞かれまして私は作りましたと、えー、なんででしょうかねと、えー、白を切りましたはいごめんなさい砂糖もろに入ってましたねまあそんなこともね過去の思い出として ね、いい思い出ですね本当にうんもう時効でしょ12年くらい経ってるから時効なはずその時は本当すいませんでしたまずい鍋食わして「お前ちゃんと料理しろ」って言われましたまさしくですほんとちゃんとねチェックしてから入れるべきでしたはいまあこういうね喋ってる間にも動画がどんどん進んでるね進んでるんですけどまあ後撮りナレーションなんで本当ねしゃあなしです 動画を楽しむかこの音声を楽しむか人それぞれはい完成したっぽいですねもうねどんどん切って入れていくだけなんでめちゃくちゃ楽なんですよ楽なんですけどもう相変わらず適当目分量なんでもう溢れてたしさっきねあのー、しょっぱかったしうんではどうにかなるんですというわけでですねえー、鍋作り終わりましたはいラムの食材で 作った鍋完成ですはいではですね食べていきたいと思うんですけどまずこちらが <laughs> 冷凍のホルモン丼はいもうこれめっちゃうまいんですよでもほん,ほんとこれがねまあほんと美味しいですこれはいで鍋から鍋に移しましてはいなんか 藤田プロレススクール YouTube をね、あのー、長い間ご覧の皆様にはお馴染みかもしれません。あの、ボッコボコの鍋ですね。鍋から鍋に移し替えました。もうね、こう、なんて言うんだろうねこう。鍋に移し替える理由。あの、これに、これを皿として使う理由が、こう、熱いじゃないですか。まあ、温かいもの入れるから。でもう、取ってついてるから、まずこう、なんて言うの。 どんぶり持って熱い熱いとかってやんなくて済むっていうのがまず1個とえっ、ー、とまあ1回で大量の量を入れることができるねあのいちいちねすくい直さなくていいっていうのが、えー、楽な点とあとなんだろうねえーまあ、まあとにかく楽ってことですねはい楽が一番ですはいはいでは食べていきたいと思いますはいラム鍋 ラムー鍋っていうでねえっ、ー、とちょうど私の編集がちゃんとしていれば今このタイミングくらいでこれを喋ってるタイミングくらいで今日の食材の値段をえー、と画像に画像というかえー、とこのね動画内にテロップとして出せてるはずなんですけどうんあ意外と 大丈夫だったそんなにしょっぱくなかった <laughs> うん 鍋っていうとどこだったけ <laughs> ホルモンチャーハンはいうん、ね、ちょっとねこれねピリ辛なんですよそのピリ辛がすごい美味しくて鍋にめっちゃ合うんですよねなんかちょっと辛い感じがうん 辛いのがめっちゃ好きなわけじゃないんですけどあのーなんだろうピ辛くらいが好きですあのね激辛は逆にもうそのなんていうの味を通り越してもう辛いかどうかの戦いになるから、まあ、食べれないことはないんですけどそういう激辛系のものとか でもそのなんか辛いが勝っちゃうからなんか嫌なんですよね。辛いなちょっと辛いなでも美味しいなくらいがやっぱ好きですね。あのー、今日ちょ肩トレイをしてきまして、あのー、スタートする時間もちょっと遅かったのもあるんですけどでも、あのー、だいぶ追い込めて、うんえー、結局トレーニング終わったのが <laughs> 2時くらいだったんで,で今多分4時。 4時くらいかな、うん、4時くらいになってもうちょっとねお腹空きまくった状態でのこれは最高っす、うん、やっぱねラムーラムーの良さって、まあ、安いのもあるんだけどあのー、やっぱ肉とか魚とか種類多いしあの肉の種類もねものすごいいっぱいあるあるしあの海外のスーパーに近いかな その自分がアメリカ行ってた時行くのが楽しかったのはあのウォルマートっていうところとあとターゲットっていう大きいスーパーだったんですけどなんか本当とにまあそっちまで行くとほんもうなんか家電やら何やらとかもあるんですけどまあでもなんかその食料品コーナーとかあとんだろうあのパンのところとかケーキのところとかはなんかちょっと海外っぽい感じがすごいするね。 あとなんて言ううだろうちょっと殺伐とした <laughs> 感じの陳列というか,なんか横と横との幅が多くなんか広くて背の高い棚がこうバーッと <laughs> ある感じはすごいなんか海外っぽい感じがするかな、うん、海外のスーパーもすごい楽しいんですよねあのわけわかんないカラーのケーキ置いちゃったりのこのこの何て言うんだろう 水色みたいなケーキが置いてあったりとかあとはそういう大きいスーパー行くと本当家電とかスポーツ用品とかなんとかかんとかいろいろいっぱい置いてあるんでねもうそういうの見るのも楽しかったですけどねうんいやでもねあのー、ラムーンは最高なんですよ コストコとかだと、まあ、すごいいろんなもの揃うと思うんですけど、あれ、年会費とか必要じゃないですか。しかもコストコってだいたいまあ、結構、郊外にあるんで、行くの大変じゃないですか。ラムーって普通に、まあ、普通にスーパーなんですよね。普通のスーパーマーケット、ちょっと大きいスーパーマーケットなんですよね。だから、あの、気軽に行けるし、安いし、まあ、何でも揃うですよね。あの、食材系でしたら。うん。 ラムーね最高なんですよはいというわけで今回はですねえー、とラムーに買い出しからのラムー食材を使った、えー、鍋でしたははいそれでで皆さん、これで えー、ラムに行きたくなりましたかそうですか今すぐ行きましょうそれでは スクール YouTube チャンネル登録高評価お願いします目指せ世界 We are the world.